大きな仕事に携わることができた。給料が上がった。転勤がなくなった。大好きな彼女とのデートができるようになった。マイホームを買うことができました。最高の仲間ができました。家族との時間が作れた。自分の仕事に誇りが持てた。子供の少年野球を見に行けるようになった。将来は現場所長だ。コプロエンジニアードは建設業界のあらゆる業務を的確にサポートするプロフェッショナル集団です。社名に込めた願い、技術者が活躍できる場所として、私たちは多様化するお客様のニーズに対し、建設業界の各プロジェクトへ最適な技術者を迅速に配置しております。お客様にとって頼れるパートナー企業であるために、私たちは夢のある未来へ成長し続けています。コプロエンジニアードが専門とする技術領域は、建築工事分野、空調・衛生・設備工事分野、電気工事分野、各種土木工事分野の4分野に分けられます。これらの各分野で活躍する技術者たちは、その専門分野において設計・施工管理における幅広い経験を積み重ねてきたエキスパートです。そのため、最先端の建築プロジェクトから特殊建築をはじめ、観光庁でのプロジェクトにも技術参加をするなど、非常に専門性の高いプロジェクトにおいて、お客様のニーズに的確かつ効率よく支援してきました。クオリティの高い技術力で建設現場をトータルにサポートする。そのために私たちコプロエンジニアードでは、高度な専門知識や最先端のノウハウを融合した新たな施工技術の開発にも取り組み、業界から高い評価を得るため日々努力しているのです。建設現場のすべてを取り仕切り、最初から最後までを見届けるのが建築施工管理者の仕事ですので、計画立案からですね、見積もり作成、工程管理、予算管理、人員配置、あと施主様や業者、住民との接触と、仕事は多岐にわたります。また安全、品質、工期、コストを常に念頭において円滑に仕事を進める必要がありますね。ですから多くの人と関わる仕事なんです。コミュニケーション力が重要となってきますね。また状況に応じて臨機応変に対応できる柔軟性が求められます。日々新しいことを学べる環境ですね。前職では工場の改修工事がメインで、業務も部分的だったんです。もっと違った現場も経験してみたい、しかも着工からという思いが強くなってきたんですね。今携わっているのは大型タワーマンションの新築工事なんです。最先端の施工技術などが初めて触れることが多いものですから、毎日が勉強ですね。あ、でも新鮮で楽しいです。そうですね、さらなる上の立場を目指してですね、一級建築施工管理技師の資格を生かしてですね、会社の中心として頑張っていきたいと思っております。そして自分の成長がそのまま会社の成長につながるように、自身の役割もしっかりとこなしていきたいですね。私は今第二東名の橋梁工事に携わっています。以前も同じ工事をやっていたんですけれど、会社によっていろんな工法や新しい技術を間近にすることができ、そりゃ大変なこともありますよ。でもその何倍も毎日楽しんで仕事に取り組んでます。給料を上げたいっていうのが正直な気持ちでした。自分の仕事には自信もありますよ。誇りも持ってます。それでもっと自分が評価してくれる会社はないのかって探したところ、当社がそれにマッチしました。彼
家族がいる自分にとって大黒柱になる給料、福利厚生っていうのはとっても重要です。仕事のやる気にもなりますよね。当社はそういったところをしっかり分かってくれて、しっかりフォローしてくれるいい会社です。仕事のビジョンはこれから会社の戦力となる若手をしっかり育てていきたいです。そしてプライベートでは息子たちに完成したばかりの現場を見せてやりたいです。こんなに大きな現場で胸張って仕事やってるんだぞっていう姿を見せてやりたいんですよ。それが私の夢なんです。コプロエンジニアードのビジョン、それは社員が夢を叶え希望に満ち溢れた場所であり続けることです。もちろん社員によって叶えたい夢や理想とする働き方はそれぞれ違いますが、コプロエンジニアードは建設業界で働く人の最高のフィールドを提供する建設業界になくてはならない会社を目指してまいります。これからもコプロエンジニアードは高い技術パフォーマンスと最高の人材力で日本の建設業界を常にリードできるよう、私たちは進化し続けていきます。そのためにあなたの力を必要としています。